私は1月に民進党から公認内定候補をいただきました。そして1月から地道にコツコツとここ地元東大阪で活動してまいりました。そして先日安倍総理による大義なき解散、それにより私が所属していた民進党は大きく混乱いたしました。ここで改めて市民の皆様にお詫び申し上げたいと思います。その混乱の中で、果たして私はこの先どうなるんだ、こう考えた時に、枝野代表が新しい党を立ち上げようじゃないか、このように決心いたしました。そしてその枝野さんの決断の背中を押したのが今ここにいらっしゃる辻元先生であります。辻元さんがいなければ、ひょっとして私は立憲民主党の旗を掲げてここで立ってなかったかもしれない。ですから私は辻元先生に対して感謝の気持ちでいっぱいです。私はここで何を訴えたいか、それはぶれない政治の大切さです。安倍政権、安倍政治の5年間、政治はブレブレでした。解散も大義がない、消費税の使い道も途中で変える、いろんなことがブレた。そして私が一緒に戦ってきた仲間をあまり批判したくはないんですけれども、安保法制反対だった人が紙切れ1枚で安保法制賛成ですなんて、ブレる政治家なんて誰が信用できますか。私を含めた立憲民主党の仲間たちはブレてません。安保法制は違憲なんです。安保法制は反対なんです。そして憲法9条は反対、憲法9条に3条は3項を書き加えて自衛隊を明記する、それは絶対になってはならない。私はそういうふうに考えております。枝野代表も演説で言いました。これまでの上から降ってくる権力が落ちてくるような政治ではなくて、下から市民から草の根で上に上げていく政治を作っていこうじゃありませんか。今回の選挙は日本の未来を決める大変重要な選挙です。このまま改憲勢力が3分の2以上の議席を取ってしまうと、憲法は書き換えられてしまうんです。そして日本は戦争する国になってしまうんです。私たちは絶対それを許さない。これまで日本が大切にしてきた憲法を守り通して平和を守る、そして国民の暮らしを守る、それが政治の責任だと思うんです。ですからここで皆さん、東大阪の市民の皆さんが力を結集して、そして皆さんの一票を私菅秀樹、そして立憲民主党に一票を投じていただければ、絶対日本の未来は明るい、大阪の未来は明るい、東大阪の未来は明るい、このように断言したいと思います。ですからこれから頑張っていきましょう。ありがとうございました。